おはようございます。高弘と申します。そうですね、ここですね。早速朝から運動をしてボディーランゲージで語らせていただきましたが、私はダンサーです。経歴はこんな感じです。もう1分やっちゃったんで、ずっとアメリカ、今7年住んでいて、基本的にアメリカでダンサーをしています。海外で演出をしたり、マドンナのコンサートでツアーで回ったり、あとはアメリカのテレビ番組とかで出ていて、おそらく日本で出ているダンサーの中ではトップの中にいるでしょう。それで今日は世界の現場を見てきて、どうやったらあっちの人と仲良くやれるのかと、あとはどうやったらダンスっていうのが違った目線で面白く見えるかっていうのを考えてみたいと思います。みんなにダンスをやれって言ってるわけじゃないですよ。それでですね、まずはダンスっていうのは基本的に見た人はみんな技術が大事なんじゃないかと、今日今踊ったのを見ても技術なんじゃないかと、 YouTube で僕のダンス見ても、あの技すごいね、なんとかすごいね、でも実際のところは技術じゃなくて、案外大事なのは心理なんですよ。見た人が最後にわーって立ち上がれば楽しいって思ってもらえる。逆に言えば、初めはすごいなすごいなって思ってても、1分2分してうんってなったら、結局はすごくなかったになっちゃう。最後にすごかった、もう楽しかったって思ってもらうのが一番大事だと。それで一つ一例として、アメリカのテレビ番組に出た時の映像を1分間にまとめました。これ2分なんですけれども、これはアポロシアターというアメリカのテレビ番組がありまして、それで自分はコンテストに出て9回連続で優勝しました。そしてお客さんが審査員です。1500人の黒人のお客さんが、気に入ったら拍手をする、気に入らなかったらブーイングをする。ブーイングをすると横からピエロが出てきて、コンテストをしている人は追い出されちゃう。だからずっと心をつかまないといけない。そしてもうちょっとだけ音がいただけると嬉しいなという、でこれでよく、おーすごいね技がって言われるんですけど、僕が一番重要視したのは技じゃなくて、こう心理戦なんですね。戦術じゃなくて戦略なんです。ダンスにも一応戦略があるってことなんですよ。まず一番初め、空手の動きでやりました。空手の動きをするんだけれども、音楽は当時一番流行っていたヒップホップの曲を使っています。そしてそれでまずヒップホップを踊り出すと。そうすると外国人の人は、え、空手のやつがヒップホップで踊り出してなんだなんだって興味を持ち始める。そこでムーンウォークとかを入れます。ムーンウォークは普通のムーンウォークだけじゃなくて、横のムーンウォークを入れたり、後ろに入れたり、ちょっと変則的なものを入れて、おお、なんだこいつやるじゃん。しかもムーンウォークはアポロシアター、マイケル・ジャクソンの出たところだから。そしてその次にスーパーマリオの曲が流れました。ちょっと聞こえづらかったかもしれませんが、そこでスーパーマリオの曲を使います。これって日本がオピニオンリーダーの曲なんです。世界中の人が分かってて大好きで、しかも日本人がやるからこそ影響力があって面白い。そこでだんだんこの心理のリーダーシップを自分が取っていくわけです。それで最後、好きなことをやる、マイスタイル、もう自分のマイスタイルです。相手はもう受け入れることになっていて、最後は礼で終わりたかったので礼儀で終わると、それで受けたという話です。なのでこれから映像とかを見るときは、心理どうやって考えてるんだろうと思ってみると面白いと思います。あともう一つ、どうやったら海外でうまくやっていけるか、日本人っていうのをやっぱり理解することです。日本人とアメリカ、肌の色が違うだけ、言語が違うだけで、みんな本当は兄弟さって思ってアメリカに行きましたが、実は違った。アメリカも日本人も違う生き物です。同じ生き物だけど違うんです。で、何が違うかっていうと、最近メールが、Facebook 進化しましたね。ポチッと押せばすぐメールができる。でも50年前はやっと飛行機で行ける。100年前は船で選ばれた人しか行けない。でも人間って1000年2000年3000年1万年って住んでるわけです。だからそこで宗教があって、政治があって、文化があって、食がある。
DNA は1万年かかって作られているのに、今100年ですぐ人が分かり合っている状態ではない。それって本能で分かり合っているんじゃなくて、意識で分かり合っている状態だから、今大事なことっていうのは、どうやって相手の本能の部分を知るかです。それを知って、自分がどういう民族なのか、どういう生き物なのかっていうのを知った上で、相手とコンタクトを取ると、結構うまくいっちゃう。そして、もう終わりなんですけれども、そう、だから、日本人にいいのっていうのはやっぱり精神力が強い。あとは連携を取るのが強い。あとは人の心がやっぱりわかる。ついついアメリカ主義って言って個人主義ばっかりに走りがちですけれども、案外自分の持ってるいいところを活かしていくと、これからますますいいんじゃないかという、おすすめでした。では終わります。ありがとうございます。